はい、どうもこんにちは、僕くんゲームでございます。ということでね、今回もカルチャビットの方やっていきましょうということで、いやーついにね、東島ビクトリー超強敵とのね直接対決がやってきましたよ。結構ここ鍵握ってくると思うんでね。でまあ今折り返しちょっと手前ぐらいですね、第8節なんで。早速ね強い相手来たんですけど、ここ勝つか勝たないかで多分順位もね全然変わってきますよね。順位表ステップリーグ見ようか。そう、1位で東島ビクトリーが、前回ね試合落としたんで負けて、で僕ら1位に初めてねついたんで、ここでね勝ってねちょっと話したいよね、3位以下のチームと。でワンチャン2位のチームも負ければワンチャンあるよ普通に。ということで、ですね、リスナーさんの方からね、コメントの方、また、ありがたいことにもらって、メンタル育てたいなら、なんか、アロマテラピー、ミーティング、サイン会っていうのをやれば、なんか、めっちゃ上がるみたいな、聞いたんで、早速ちょっとやってみましょうか。野原ひろしがね、メンタルがやばいんすよ。もう多分これ、暴言吐かれたらすぐ、メンタルやられる、レベル、なんで、野原ひろしめちゃくちゃ活躍してくれてるんですよね。なんでちょっとメンタルをね、ちょっとこれ大丈夫か。でも特訓したらこれ死にそうなんねえか、これ大丈夫。てるるるてるる、野原ひろし無理じゃん。ってことは試合後にやるしかねえのか。そうか。でバナナシュートを持ってる選手にフリーキック蹴らすとはいいって書いてたんで、まあでもそれは大丈夫ですね。U なんで。で、戦術見ようか。東島ビクトリーの。そう、352か。そうだな。前回これ見て、ゾーンをね、ちょっと低めに設定します。相手の攻撃怖いんでね、サイド攻撃。で、フォワードの選手になんかマーク設定しない方がいいって聞いたんで、それもちょっと今回ね、考慮しながら試合していきたいと思います。ということで、スタメン決めましょう。どうするか、これ。でもまあいいか。ココヤコがこっちやってんのか。そうか、あれだ、ユウが黄色マークだね。怪我しそうだから、怖いから、TY で。まあでもこんな感じなんじゃないのか。うん、これでいこう。3-4-3ですね、今回も。東島ビクトリー。やっていきましょう。いやー、ちょっと勝てるか、これ。ユニが水で、黄色と白でいいよ。これでいこう。いやー、勝って五分。うわ、向こうが上っすね、トドカルチョ。やっぱ 10% ぐらい違うんで、ここね、結構耐え時かもしれないっすね。僕イレブンばっか言ってんじゃん、これ。日本みたいな、日本みたいなやつね。いやー、ちょっと。怖いね。国光、高山。この2人が2トップか。まあね、中盤をね、ちょっとコンパクトにして押し上げ、うわ、うまいな、なんか、パス回しうめえ。止めろ。いや、マジか。いや、試合早々、これはやばくない？ちょっと。これ、まずいぞ。やべえな、これ。追いつける。うひゃー、やばい。三上誰？三上ってやつ？三上がワンツーか。うますぎだろ。やべえなー。中盤のプレス若干弱い感じだったね。今もうちょっといけるかと思ったけど。強えな、東島ビクトリー。さすがの強さ。つなげつなげ。ポゼッションサッカーなんでね。僕らは。これ取れる。うわ、フィジカルが強い。足も速い。待って、相手選手なんか能力高くない？いやー、ぶっ、ちょ、待って、ちょ、待って。どんだけ強いの、これ。いや、強くね？ C ばっかじゃん。そんなことある？これきついな。確かに、選手の育て方が全然違う。育てか、お。あるある。いや、ぬ味方待てよ、ちょっと広く見ていこう。
実況しよう、実況。まあここサイド、逆サイド振ってほしいね。そう、逆サイド展開、ノーレル縦パス、オッケー。フォワード空いてる、裏空いてるぞ。ナイフ、ナイフ、うわうまい、クロス決めろ、うわい、マジか、いやマジ、いやムルクイズ、それは決めろお前。めちゃくちゃいい崩しだったぞ今の。いやー、やっぱ守備だな、ちょっと守備が薄いね。まあ、山ちゃん止めていくけど、バックラインの脆さが出てるよね完全に。うわい、フィジカル強すぎ、やべえ、相手のフィジカル鬼強い。3バックなんだけどね、やっぱ C っていうのが強いね。パススピードが尋常じゃないもん。連携ないな、確かに。いやー、それ取られたらまずいって。ちょっとこれか、これまずいな、ちょっと押し上げた方がいいな、もうちょい攻撃的でいきましょうか。これはもう排水の陣、裏取られてもいい、点を取りに行く、とにかく。で、ジャガビーがちょっとやばいんで、投了色と変えていきます。で、あとは、誰入れるか、ジローがやばいな。ただな、守備が全く育ってきてない。やっぱサブ面をもっと育てていかなきゃいけないですね。じゃ、ディフェンスメニューをね、ちょっとね、いろいろ発掘していこうかな、これから。課題が見えたね、チームに。やっぱ守備のコンパクトさ、組織的な守備ができてないから、もっと全員に同じメニューを与えて練習すれば、もっとやばいやばいやばい、なんかもうガラガラだもんな、中央、中盤ガラガラだし。これきついな、やっぱここステップリーグで勝つのも簡単じゃないね、やっぱ。おーやばいやばい、国光絶対シュート打ってくる、あぶね、やばいやばい、ナイボ、いやファール、ファール、いやファールだろ今の。ナイキ、キーパーやばい、山ちゃんめっちゃビッグセーブしてるね。高さで完全に負けている、ヘディングでもっと練習だ。ムルクディスある、結構ある、いやー届かねえか、これは。でもやっぱ相手能力高いな、これ全体的に。 C がほとんどだったから、こっち D の選手もまだいっぱいいて。うわー、これ、うわ、ぶね、今回、やば。バナナシュートやばすぎ。いや、なんで？うわ、これ、直接対決、ボロ負けするんじゃない？これ。いたたたたたた。うわ、雲行きが怪しいぞ、もう。これ、やばいね、シュート。コントロールカーブシュート。いや、この後、フィジカルがもう、いや、ディフェンスのフィジカルがちょっと終わってるね、これ。改善の余地がたくさんあるわ。ムルクリスのね、あの1点分、おお、やばい、 TY やばい、いやー TY やばくない、 TY やっぱやばいわ。ナイスボー、ナイボー、いやー、ムルクリスなー、ボールコントロール低いもんな、ちょっと。北斗、北斗の剣、シュート打ってくるぞ、いやー止めろ、ナイス、野原ひろし、野原ひろしはね、安定でフィジカル強いっていう。ファルファル、イエロー、イエロー、オッケーオッケー、リスター、リスター、ナイボ、わあ、イエローやろこれ、いやー、ない、いや、いける、決めろ、いやー、くそ、振動、いや、うまっ、決定力が違うな、やっぱ向こうとこっちの差は。それ以外はそんな違わないって。いや、これはやばい、直接対決で乾杯、乾杯、今君は人生の大きな試合になる。
スリーバックこれ変えるか、どうしよう。いい感じ仕上がってきたのにな。ここで大敗しちゃうとやばいね。いやー今回はもうやられましたね、全てにおいて。シュート数も少ない。監督、0-3で負けてしまいました。新しい課題も見つかりましたね。効率よく練習しましょう。確かにな。いやー東島ビクトリーまた1位に返り咲きましたね。強いなここ普通に。いやほんと強いわ。俺らも負けちゃいないんだけどな、まあ、去年1位のとこだからな。ここサポーターの一番の心配事は監督がボックンイレブンからいなくなることだそうです。愛されてますね。いやありがたいですねほんと。ん？うわ監督、クラブハウスの練習中に優が怪我をしてしまいました。肉離れで回復には6週間。マジかよ。ちょ待って、てか優って試合出てないのに怪我すのこれ。そんなことある？え、まずいぞこれ。6週間ってだいぶやばいだろこれ。エース離脱はこれ痛いぞほんと。いや6はやばいってマジで。うーわー、そうだ、さっきの試合ユウもいなかったのも痛かったよね結構。あとは全部能力 C ぐらいにしていかないとやっぱ勝ち進むのは厳しい。リスナーさんのコメントでもあったけど、でサブ面をもっと育てた方がいいって言ってたんで。そうやな、ジャンプ力とかこれさ全然合わんねんだよな本当。とりあえず野原ひろし育てます。もう怪我とか言ってる場合じゃないやこれ。 E をとにかく上げないといけない。アロマテラピーミーティングサイン会ね、これで取れるらしいんで。ここでしょ多分。アロマテラピーミーティングサイン会でなんか最強のメンタルが来た、最強のメンタルが整うらしいんで。うおーやろ、スペシャルメニュー、チーム愛。うわこれすげー、すごそう。やった。いやでかい。まずメンタル強化からしていかないとね選手は。野原ひろしまだ怪我マークないわ、強いね。で水無月と TY が死にそう。やべえなこれ、フォワード不足じゃないこれ。ちょっとフォワード不足に陥ってるパターンじゃんこれ。どうしよう。でもこの辺も練習させていかないといけないもんな、まあ、セントとか結構使える普通に。いややっぱ守備でしょ、守備でしょ。まあ、トライアングルは中盤の選手に覚えさせるとして、カテナチオかなやっぱ。てかもうこれ練習メニューないな、練習メニューが足りないパターンじゃんこれ。鉄壁ディフェンスかなやっぱこれ。だ一人もさこれ選手の能力タイプ変わんないんだけど、これバランスばっか。結構他のあれつかないな。てか水無月やべえな、セントと水無月変えましょうか。であとはムルクディスのフィジカル鍛えようか。ちょっとフィジカル弱すぎたな。フィジカルってなんだろう、ウェイトとか、ウェイトと、なんか、フィジカル系、ウェイトと、なんだろう。ウェイトとキックとか？シンプルに。いや、なんもないんかーい。まあでも結構上がるね。そうやな、今回はこんくらいかな。とりあえずチーム全体としてはフォーメーションもねちょっともう一回一から考えていく必要がある。守備がねおろそかになっちゃうんで、ワンチャン普通に2トップ戻してからの、やっぱこのフォーメーもいいよね。中盤は守備的ミッドフィルダーを1人置いて7型で構成されていて、攻撃を重視した布陣、サイドの DF が攻撃に絡めばさらに分厚い攻撃ができる。いろいろなフォーメあるんだけど、やっぱり、フォーバックが安定かなって感じ。4-5-1も好きなんだよね、俺。守備を安定させれるから。
ってことでね、次回はね、ちょっと褒め決め、フォーメーション決めと、ちょっともうちょっとディフェンスの選手が多すぎるっていうね、あれが出てるんで、そこら辺をもうちょっとね、しっかりしていこうかなと思います。ということで、今回はね、この辺で動画終わって、また次回、ちょっと今回は東島ビクトリーに乾杯でしたが、次回頑張っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、コメントの方、ぜひぜひね、このね、筋力トレーニングおすすめだよとかね、コメントあればぜひよろしくお願いします。では、失礼します。